高精細ですよね。いつもこう撮った後にアップしてて、まあ、ピントが合ってるかどうかって見ますけど、この画面で見ると一番アップした場合のそのアップしてる場所を示す四角っていうのは点に近いぐらいですよ。普通の滑らかな写真みたいに見えるっていうのは、まあすごい驚きですよね。これはやっぱり細かいところまで写して、それで大きな写真で写真展で飾ったりとかっていうこともよくあるので、まあすごく助かるんですね、うん。あるダイビングポイントに行って潜った時に、ブルーのその海のところがキラ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 っとこう光ったり、こう光が流れたりとかするんです。こういう小さいイワシみたいなね、魚がもう本当に無数に群れていて、それをアジとかあとカツオとかね、そういう 中型の魚がバーッと追っかけ回してるんですよね。なんか自然のせせりというか、あ、もう自然そのものっていうのを見れて、あれには一番感動したし、今も残ってますね、頭の中にね。グラデーションはかなり滑らかに出ましたね。水中から上見れば太陽があって、でその周りは薄いブルーで、そこからどん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 濃くなって、例えばこのモロジブなんかでもかなり深くまで落ち込んでる部分があるので、その下の方を見ると相当濃いブルーなんですね。例えばデジタルなんかだとどうしても1か0みたいな世界というふうにずっとね捉えられてきてますけども、その1か0っていうのがどん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 細かくなって、2分の1、2分の1になっていけば、その境目っていうのは1から急に0になるところっていうのは無限に小さくなっていって、そのグラデーションが多分滑らかになってくるんだと思うんですよ。で見事 D810 はその辺をクリアしてくれて、僕みたいにブルーで気持ちよさとか、あと神秘的な感じとか出したい人間としては、やっぱりその辺気持ちよくグラデーションが出てくれるっていうのはすごくありがたいですね。あとは自然でしたね。色合いがビビッドにしてもスタンダードにしても割とこう自然に見える範囲でその特徴になっていく感じがしますね。究極に自然に近い方向に行ってくれて、その自然の色を分かって、それでなんかこう出してくれてるっていう感じがすごくしますね。特に僕なんかはまあいろんなところに海辺行ったり山行ったり、いろんなもしくは谷間に降りたりとか、そんなようなことをして動き回ってる方なので、やっぱりボディは小さかったりする方がいいですしね。軽装備でいろんなところに行ってきっちり最高級に撮るっていうのがやっぱり僕としては最高嬉しいですから、これはすごく役立つと思います。